え今日は物理と数学におけるサイバーグウィッテン理論という話をして、えー、研究の紹介のようなことをしたいと思います。えー、というわけでテーマはサイバーグ、あ黄色がおかしかった。ウィッテン理論と。ということなんですけれども、えー、これは数学にも物理に 理論物理というか素粒子物理ですかねにおいて案外有名な話なんですけれども、えー、と物理におけるサイバーグリッテン理論というのと数学におけるサイバーグリッテン理論というのがこの30年ぐらいですねほぼ別個に、えー、発展していまして で、片方の教科書を見ると、もうは片方の教科書に書いてあることはまあ全然、えー、違うことが書いてあって、まあ、だからサイバーグリッテン理論勉強しようかなと思ってなんか本を取ってくると、全然思ってたことと違うことが書いてあるということがありますので、まあ、そういうことになった経緯などというのをまあこれから説明したいと思っています。で、まあ、ターゲットは大学3年生ぐらいの予備知識があれば、まあ、聞いて。 大まかなことが分かるかなというふうなことを目指したいと思います。で、僕の専門はこの物理におけるザイバーグ一点理論という方ですので、そっちの方を先にしまして、でそっちをの、まあ、歴史的なところやら、まあ、大まかなところを説明した後、それがどうやって数学の方とつながっていくかということを説明したいと思っています。さて、 でというわけで、物理の方の在バーグ一点理論という話をするんですけれども、えー、と大部分の話は在バーグ一点理論に至るまでの物理の、まあ、話になります。でそのためにです、ね、このような4つの力というのを、まあ、反省しますと、このような。 まあ皆さんご存知の重力っていうのがありまして、そして電磁気力っていうのがありまして、それで、それに加えて、強い力っていうのと、弱い力っていうのが、知られています。で、重力っていうのは、まあ皆さんが、 えー、ジャンプすると地面に戻ってくるとそういうのなんでして、電磁気力っていうのは、えー、こうやってパソコンの画面とかがスマホの画面が目に見えるっていうのは全部光でして、それが電磁気力です。で強い力と弱い力っていうのはそあの日常生活にはあんまり現れないような気がするんですけれども、強い力っていうのは例えばクオークを3つを容子の中に閉じ込めてる力、ね、で、弱い力っていうのは、まあ、放射性元素のベータ崩壊を、まあ、使うこと,とって、いるようなものでして、まあ、非常に えー、微子的なところで物理を考えますと、えー、世の中の力というのはこの4つの種類があるということでして、それぞれ、まあ、物理の理論で記述されます。重力は、まあ、ヤンシュタインの一般相対論というやつでして、電磁気力はマックスウェル方程式というので記述されると。で強い力、弱い力というのが、えー、とヤン・ミルズ。 理論というもので、書かれますでえー、っと、一般相対論とそれ以外っていうのは案外性質が違いまして、こいつらは全部ゲージ理論というものになっています。それで、数学にしても、物理にしても、ザイバーグッテン理論というのは、なんかゲージ理論について調べる、ゲージ理論を使って何か調べるというようなものになっています。 それで、数学を知っている方に、えー、先に言っていきますと、マックスウェル理論っていうのは U1 接続。まあ、そういうもので、えー、強い力っていうのは SU3 の接続で、弱い力っていうのは SU2 の接続だよ、ということになっています。まあ、このあたりは、おいおいもうちょっと説明したいと思いますが。というわけで、えー、テーマ。 財務一点理論のテーマになってくるのは、まあ、ヤン・ミルズ理論と、まあ、あとそれとのマックスウェル理論との関係にな,なってくるということですので、まずマックスウェル理論について説明するところから始めたいと思います。それでマックスウェル法程式。というところから始めますと、これはまあ19世紀半ばですかね。 半ばに導入された、半ばって漢字がこうじゃなかったかもしれません。半ばに導入された方程式でして、えー、光の電波を記述するものです。で、それはもちろん電波っていうのがありまして、電波、ベクトルですけど、あと、磁場っていうのがありまして、 別のベクトルですが、で、電荷も時間もないところでは、えー、これは次のような方程式を満たします。えっ、ー、と、ダイバージェンスの E が0で、それで、電波の時間微分っていうのは、磁場の発散でして、 また、ダイバージェンスの B っていうのはゼロで、それで、磁場の時間変化は、電波のローテーションで書けると。まあ、こういうことになっている。で、このを見てみますと、えー、電波 E と磁場 B の入れ替えで、形が、まあ、ほ ちょっとあの符号が違いますけど、ほぼ変わらないと,という、えー、性質を持ってまして、これをまあ相対性、電磁相対性という、まあ、英語ではデュアリティ。そういう性質を持っています。なんですけど、えー、現実にはです、ね、電荷とか電流とかがありまして、 だから、ここが0じゃなくて、まあ、電化密度になってて、でここにまあ電流密度が加わりますので、えー、ちょっとですね、方程式の形っていうのは、電波と磁場を入れ替えるもとで、えー、完全に一緒ではないですね。完全に一緒ではないと。で、このような状況においては、えっ、ー、と、 このいつでも成り立っている2つの式が自動的に成り立つようなことを考えると便利です。でどういうことかっていうと、ベクトルポテンシャルっていうのを導入して、B っていうのをローテーションの A って書いて、それでまあ、何ですか、E っていうのを電波、電気ポテンシャルってのと、こ,こうやって書いておくと、そうすると、下の 二式は自動で満たされると。とういうことになります。そうすると、でまあ、歴史的には実はですね、マックスウェル本人はこの A で書いた方程式を見出して、それでそれを E と B の形に書き直したのはその後のヘビサイドだったりするんですが、まあ、それは置いときますと。 まあこうなっているとで数学的には何かと言っていますと、まあ、このファイと A を合わせたものを、まあ、4, 4次元のベクトルで A と書きますと、これは、まあ、U1 バンドル、U1 足の接続というものでして、でまあ、物理ではそれうのうものことをベージバという。 で、E と B っていうのもまとめることができまして、まあ、このまとめたやつのことを通常 F って書きまして、これがその極率ですね。数学では極率といって、まあ、物理の方では場の強さと。フィールドストレンクスというということになっています。で、数学においては、この E と B を 入れ替える操作のことを、これを入れ替える操作を、ホッジスターで、そういうことをしますと、えー、と F と A を用いて方程式を書くと、あのマックスル方程式っていうのは、 D のスターの F っていうのが0っていうのと D の F が0っていうのを2つ使うことになります。でこれは微分形式っていうのを使ってマッ、まあ、クスエル方程式をま4次元的に書いたものなんですけれども別にこの詳細を分かっていただく必要はないんですが、まあ、こういうふうにまとめることができる。それでこっちですね。こっちは F っていうのが BA からっていう関係になってるんですけど、から自動的に従うと。で、こっちの方が、ひじめな式で、こっちは A の2回の微分方です、ね。 で、これは線形であると。そういうことになっています。それで、これを E と B でばらして書きますと、まあ、その、こっちの式が、これと関係していまして、で、こっちの式が、こっちの式と関係しているということになっているわけです。 それで、まあ、今後、またまた、ずいぶん先になっているんですが、出てくるので説明しておくと、えー、と自己相対方程式とかいうのを考えることができます。自己、あと反自己相対方程式と。それは、あのこの F っていうのと、スター F っていうのがまあ大体一緒ですよっていうことですね。符号を除いて。 でこれはどういうことかっていうと、大体ですけど、まあ、本当はね、えー、とユークリッドからローレンツか、あツヤンカとかでまあ大体違ったりとかいうことがあって、まあ、微妙なんですけども、まあ、電波と磁場が入れ替えても一緒ですよということになっているわけでして、でまあ、こういう関係式の式が成り立っていますと、何が分かるかというと、もしこれが成り立っていると。 いると今 D スター F っていうのはここが F に比例していますのでこれが DF になってこれは自動的にゼロでしたからこうなっているだからマックスウェル方程式を解くわけですで そうするとですね、こ,この方程式は、微分の数が 1, 回1個少なくて、これは1回の微分方程式になると。一方で、えー、マックスウェル方程式のこ、こっちはですね、元のマックスウェル方程式の、これは2回の微分方程式でしたから、 まあちょっとなんか微分方程式として簡単になってるんですけどもそっちが解けていると自動的にマックスウェル方程式の方も満たすとまあそういう都合の良いことになってるわけです。でまあこの辺がマックスウェル方程式の数学的な構造だったかなと大雑把な話でしたけどもここで唐突に話が超伝統体という話にいきます。超伝統体。 で超伝導体っていうのは、も、ま、の、あ、をとっても冷やすとあの抵抗が完全にゼロになるという話なんですけども、でそれを記述する理論はいろいろ長らく研究があったんですが、えー、それをです、ねまあ、マックスウェル理論の立場で書く、まあ、簡単な方法というのがありまして、でギンツバーグ・ランダウ理論というのがあります。まあ、ランダー・ギンツバーグ理論。 まあこれは1950年ぐらいの話ですが、これは、この D star F っていうのが0じゃなくて、スターの挙部を取ることのまあファイバーの、まあ、んですかね、D、まあ全然数式の説明をちゃんとしないわけですけども、大体雰囲気で分かって、 分かるかというか、まあ、雰囲気を捉えてほしいのですが、どういう感じかというと、F っていうのは、まあ、電磁場だったわけですけども、それのマックセル方程式があったわけですね。それの、えー、右辺の方に、まあ、追加の記用があるとこのファイっていうのは何かっていうと、時空の各点で、まあ、複素数が定まっているようなそういうものですね。 数学的にはあの、まあ、ラインバンドルのセクションになっているわけでして、でここがですね、まあ、これ、共変微分ですね、U1 コネクションのついた共変微分になってまして、こういう形になっています。 それでどう、物理的にはどう思うかというと、ファイがノンゼロのところだったら、これは超電導で、ファイがゼロのところですと、これはあの超電導になってないと、上電導だと。まあ、こういう状況になっている。 でなんでかっていうと、ですね、まあ全然物理の説明はしてないんですが、ファイっていうのは、これは物理的なはクーパーツイ。クーパーツって何かっていうと、電子2つがまあなんかちょっと結合したようなものなんですけども、もう密度のようなもの。これは電子対なんですけど、電子のペン。 だから、こういった電荷が持ったものなんですけれども、それが、それがノンゼロっていうのは、これはどういうことかというと、電荷を持ったものがうようよあると。凝縮してっていうわけですけれども、凝縮してうようよそうすると、電荷を持ったものがうようよしていると、それのせいで、 あのマックスウェル方程式に従う電磁場の振る舞いが随分変わるということになっています。で、小電動体にはだから抵抗がゼロになるというのに加えて著しい性質がもう1個ありまして、縮る。 印性質これはですね、磁場を通さないんですね。どういうことかっていうと、まあ、なんかこの辺にですね、超伝導体がガボッとあるとしますね。ガボッとあるとするんですけども、で、ここの辺にまあなんかその磁石を持ってくると。 そうするとここからですね、時速線が出るんですけど、まあ、中に入れないんですね。弾かれると。弾かれて、でじまあ、中に通れなくもないんですが、中に通る際はどうなるかっていうとですね、この超伝導体の中の一部がですね、細い。 チューブ状のところだけあの超伝導が破れて破れてその上伝導になるとそうするとその中を そんな中は常電動ですから、そこを磁場を通ることができる。でそうなると、そこを一定量の磁束が通ることができると。おう これを磁束量子しているんですけども、まあ、そういう性質があるというのが、まあ、超伝統体の、えー、性質です。さて、なんでこんな話をしたかっていうと、後でですね、強い力の性質を説明する際に必要になってくるからなんですが、でここで、まあまあ、これぐらいでマックスレル方程式がいいとしてで、次に弱い力と強い力と。 について、えー、説明したいと思いますが、さっきも言いましたように、弱い力の方は、えー、原子核、放射性原子核とかの β 崩壊を記述するもので、強い力っていうのはもうクォークを各紙に閉じ込めているものなんですけども、で両者ともこれは4ヤン・ミルズ理論と。理論と、お手スきと。 まあ、プラスラインで記述される。が知られています。で、まあ、まあ、1900、これも1954年とかですか、ね、それぐらいの話なんですがで、どういう方程式かっていうと、これも詳細を全然説明しないんですけど、マックスル方程式の時きは、A っていうのと F っていうのがありましたが、 今、a っていうのが、ですね。n かける行列ですね。が、x, ay, z, at と並んだものと。まあ、だから、n かける n 行列。 に値を取るワンフォームに数学的にはなって、もうちょっとちゃんと言うと、えー、SUN の、SUN バンドルの接続というものになってまして、これも F っていうのは、えー、その極率ですね。これ、場の強さと。 CN 側の接続っていうのは、これはゲージ場なわけですが、まあだから、A、F って書いてるんですけど、バラスと E と B っていうなってて、で、E は EX、EY、EZ で、B の方は EX、EY、BZ になってんですけど、まあこいつらが全部それぞれ N×N 行列と。 まあ、エルミート行列になっていると。まあ、そういうようなものが、まあ、基本的な量になってまして。それで、方程式は、まあ、DA のスパーの FA が0っていうのと、あとはまだ DA の F、F は A 書かないことにしたんですたね。DA の F は0と。まあ、こういうやつで、まあ、アクセル方程式とほとんど一緒ですね。非常にいい加減な書き方ですけど。で ここで DA っていう、この DA とかいうのは、これは強変外微分とかいうやつです、ね、まあ、全然説明してないんですが、まあ、そういうものでして、まあちょっとマックセル方程式を N×N 行列にして難しくしたものなわけですが、えっ、ー、と、 大きな違いは、これは、えー、非可関ゲージ理論というものになってまして、えー、と非線形の方程式の2回の微分方程式ですと。なんでかっていうと、まあ、全然説明してないですけど、F, F っていうのは、まあ マクセル方程式のは DA だったんですけど、それに A と、まあ、A のコミュニテーターを出しとかないといけない。まあ、そういうのがありましてで、D っていうのもどういう操作かっていうと、D したのと、まあ、A との交換しをするっていう操作ですので、まあ、これ非線形になると。A に関する非線形の2回の微分方程式になっていると。上の方ですね。で、一方で下の方はこれ自動的に満たされる。 マックスウェル方程式でも A で書いておくと自動的に満たされる2つの方程式と、あと、ひじめな微分方程式を与える2つの方程式があったわけです。それで、えー、さっきもありました言いましたが、マックスウェル方程式の時にも言いましたが、えー、こ,れこれはヤンミルス方程式。 それで、えっ、ー、と、あとで数学に関係するところに出てくるので言っておきます。反自己相対方程式っていうのを考えることができまして、それは何かっていうと、D の、えっ、ー、と、F っていうのが、プラスマイナスの、まあ、スターすると、プラスマイナスと自分になっているという方程式でして、 えこれは上から分かるように A に関する非線形なんだけど1回の微分方程式ですね。微分が1回しかない。まあだからちょっと解きやすくなるわけなんですけどもこれが満たされていると D スター F っていうのは プラスマイナス DF になって、これは自動的に満たされているので、だからヤン・ミルズ方程式のを解くと。まあ、そういうことになってるわけです。で、と強い力っていうのは、これで n が3の場合、3×3 行列の場合ですね。 で、弱い力。<laughs> 力の場合は N が2になっているだけじゃなくて、超伝導体のように、さっきのマックセルの場合の超伝導体ですね、のように、右辺に、まあ、 ファイバーなファイバーのけ加えない。そういうまあ、本当はヒッグスバは U ワン・マックスウェルと SU2 とあの弱い力の SU2 との両方とも結合しているので、まあ、ちょっと違うんですけど、まあ、そういうことになっているわけです。よろしいでしょうか。で、この項がですね、あるかないかであの、物理が随分変わってしまいまして、えーまあ、この項があるおかげで、 弱い力っていうのは非常に解析しやすいと、調べやすい。なっていると一方で強い力っていうのは、まあ、主にゲージ場だけみたいな感じになってまして、こっちは長らくとても難しいと,ということがまあ知られている。 で、じゃあどういうところが難しいのかということなんですが、えー、強い力。どういう性質があるかっていうと、まあ、さっきも最初から言っているように、強い力っていうのは、なんかクオーク3つを用子にまとめ上げている力なんですね。そうすると、まあ、だからなんかこの辺にうじゃうじゃと強い力が効いている。 そうすると、それを調べるには何がやればいいかなと思うと、クオークが3つまとまっている用紙を持ってきて、まあこれをですね、加速器でぐるぐる回して加速してやってそる人たちをドッカーンとぶつけると。そうすると、ドッカーンとぶつけたところから内容物がボコ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 っとまあ飛んで出てくるわけですけども、中身が飛び散るのは実験でじゃんじゃん確認されてるんですが、クオーク単体は出てこないんですね。 出てこないなぜということになるわけです。で、こういうのだけじゃなくて、あのー、強い力では、9ク,ォークと半クォークっていうのが、まあ、結びついたような束縛状態もそういうの中間子っていうんですけども。そうすると、まあ、これのですね、 冷気状態を考え、まあ非常に安直に、実際には具体的に引っ張りませんけど、まあ、例えば引っ張りますね、これ。引っ張るとどうなるかっていうとか、遠くにウォーク、アンチクォークをやろうとします。そうすると、マックスウェルバの場合は、普通に電波がこう広がるわけですね。電波がこう広がって、どんどん力が弱くなるんですが、 強い力の場合は、こういうことが起きなくて、何が起こるかっていうとですね、電速線が絞られて線上に伸びるということが知られています。電速線。絞られる。あで、ここで、電速っていっても電,その電磁気の。 電速じゃなくて、ヤン・ミルズ理論の、まあ、電速の場なことなので、それをもともとの電波と区別するために色電波とかいうので、色電速線がまあ絞られるということになりましてで、これをですね、いずれ、だからこれはエネルギー食うんですね、エネルギーがたくさんいると。 そうすると、何が起こるかっていうと、もっと引っ張ると、もっと引っ張ると何が起こるかっていうと、途中でですね、色電側線をちぎっちゃうと。9級バー、粒子・反粒子のペアを作ることによって、 ここを追生成しまして追生成してした方がそしてちぎった方がエネルギー的にとこになると。 というわけで、まあ、こう引っ張ると、ブチブチブチとちぎれちゃうんですね。というわけで、クォーク単体は取り出せないと。まあ、こういうふうにしてクォーク単体が出てこないのはなんでかなという説明になっていると思われているんですけれども、そうすると、なぜ問題を点火しただけで、じゃあなぜ電速線が絞られるのかと。 というのが気になるわけです、すこれについて、えー、有力なシナリオがありまして、それがどういうことかっていうと、そこれを説明するためにまあ超伝導体の話をしたんですけども、超伝導体では、クーパー電荷を持ったですね。 クーパーツイがうようよしていたので、磁速線が絞られたと。そうすると、今ですね、逆にですね、電速線を絞りたい。電速線。 絞る,と絞るだろうと。で、まあでも色電速線を絞らないといけないから、そうすると、色実化。持ったものですね。が、うようよしていれば、色電速線を絞るだろう。 思いましてで,で、時間を持ったものをまあマグネティックモノポール、磁気単極子とって言いますので、まあ、これのことをモノポールという。モノポールがうようよしてれば、色電ん線を絞るだろうというシナリオを考えることがなっています。で、これのことを、電波と磁場が入れ替わったことになってまして、電波と磁場を入れ替えるのは相対性と言いましたので、これを相対。 そうつい、えー、超電動機構と、まあ。デュアルスーパーパセツ、まあ、シナリオと。というわけでして、まあ、これは1970年代半ばですかね。1970年 そうすると、まあ、これが本当かということを考えたいということになりまして、でこれは、これが実際に起こっていることを示せるかと。 でこれは現実の強い力でに関してこれを示すことはほぼ無理。今のところ、まあ、無理ですね。でも現実には難しいんだけども、現実ではないが、まあ、案外似たモデルですね。案外似たモデルでは、 紙と鉛筆ぐらいの解析で、まあ、スパコンじゃなくてということですね、鉛筆計算で示せると。というのが、これが 物理の財イ一点理論リですで。それが現れたのが1994年です。もうそろそろ30年ぐらい前。で、どういうものかっていうのを説明したいんですけど、えまあ、その前にです、ね、示せるってどういうことなんだっていうことなんですけど、示せるとかなんですけど、まあ、これは 数学者からすると全然なんですが、数学的には全然厳密じゃないけど、には、まだまだ全然厳密じゃないんですが、 まあでも、理論物理屋としては、まあ、OK かなと。まあ、そんな感じ。理論物理屋としては、OK。まあ、そういう程度の議論なわけです。さて、ようやくこれで、えー、ザイバーグ一点理論について紹介することができますが、はい。 でこれはですね、どういう現実じゃないんだけど、どういう強い力にのまあまあ似た理論であるかということなんですが、えー、これはですね、強い力の理論を、まあ、だからヤン・ミルズ理論をですね、えー、超対象化したものです。 超対称化の程度にも何種類かあるんですけども、その中でその二重に超対化するっていう、超対象化するっていうの N イコールに超対称化したものです。この N っていうのは行列のサイズのさっきから出てきている N と別でして、あのカーリー N を使うので、まあ、ノーテーションが欲しくて恐縮なんですけども。これどういうことかっていうと、超対称性っていうのは、まあ、全然言葉の説明してませんが。 ボゾンとフェルミオンの入れ替える対称性でして、でゲージ場っていうのはボゾンなんですね、ゲージ場で、これを超対称性っていうのがあると仮定すると、対応してフェルミオン場があるよと。で、その超対称性のことを9って書くほどの標準的ですね、まだ9。 でこれが単純超対称性とか N, N イコール1超対称性って言うんですけど、まず1個目の超対称性がこれで、今 N イコール2超対称性っていうのを考えて、超対称性が20にありますから、Q2 っていうのがありまして、それのおかげでファイっていうのがもう1個あると。プサイ、プサイ1、プサイ2っていうのがあって、これはフェルミオンですね。で、えー、っと、 92で行ったやつに対して91をやってもいいし、91でいったやつに対して92をやってもいいですので、まあ、ここにもう一個ファイというのがあると。これはスカラーバと。これは2かけ、えっ、ー、と、今、SU、まあ、簡単なために SU2、ヤンミルゼリー。 理論を考えた。だから全部こ、こいつら 2×2 行です。ね。だから特にこれは複数と。2け2行ですなってるわけですね。こういうものを考えると。で、n イコール2乗対象理論を導入したのがフ、ファイファイエさんっていうのこれはファイエさんっていうのがいい。でこれは一千7 0年です。うん 導入されたものです、す、えー、だから、本当の、本当の強い力というのはここだけなんだけど、超対称化するっていうと、こいつ全部いっぱい場を増やしちゃうと。で場を増やしちゃったらあの、ややこしくなるんじゃないかと思うんですけれども、えー、実は理論的にはそうではなくって、えー、超対称性の数が多ければ多いほど、 多いほどですね理論の振る舞いがおとなしくなるということが知られてましてでまああんまりいい例えかどうか分かんないんですけども Q のない、まあ、普通のですね非超対称な理論 と超対称理論を比べると、どう違うかと言いますと、どう違うかっていうと、まあ、数学をちょっとかじった人だとに通じるアナロジーとしては、どうかと思うと、まあ、普通の超対称でない、普通の場の理論ンというのは、実解析みたいなもんでものすごいややこしいんですね。一方で、超対称理論っていうのは、実解析じゃなくて、 複素解析で、数学の方で物理数学でもその数学の、まあ、2年生、大学2年生で習うのかでもいいですけども、複素解析で最初に習うときは、その実解析の時よりも、なんか複ク微分って何なんだとかちょっと最初ややこしいわけですね。だから実部だけじゃなくて虚部を入れるとややこしくなるように思うんですけども、その複素 関数生息関数だとかで条件化しますと、非常に関数の振る舞いに制限がかかるんですね。で特に複素解析っていうと、その無限円や極の振る舞いでから、まあ、全体の関数系が分かるとか、そういう。 そういう強いい強性質を持ってますだからちょ、実部と虚部がなんかうまいことなってるというところから非常に制限があるんですね。で実解析はそうじゃない。超対称性の場合も超対称性がないと、まあ、何でも起きるんだけども超対称性があると、まあ、複素解析みたいになってあの極限的状況を調べてやるとそれだけでな全体の様子が分かってしまうと、まあ、そういう大きな性質を持っています。 理論のポテンシャルは、まあ、実関数なんですけども、一般には、超対称理論だと、その背後になんか複素関数があるので、そういう複素生息関数があるので、それを決定すればいいと、まあ、そういうことから簡単になるわけです。そうすると、ですね強い力の,その振る舞いを調べる方法として、まあ、次のような方針を考えることができます。すなわち、解析の方針としては、 まず1、n イコールに超対称な、さっきもありました、掲示場だけじゃなくて、フェルミオン、フェルミオン、それでスカラボンも入っている、こういう理論をよく理解すると。これが第一ステップですね。で、第二ステップは、これだと、でもやっぱり現実の。 えー、強い力と大いに違いますので、この余計に足した部分がありますね。プサイプサイファイ。これ、余計な、余計なところを取り除くと。取り除いたら、らどうなるかと。調べると。まあ、こういうストラテジーを立てるわけです。 それで、まずこの1番目の問題ですね。1番目のところにおいては、あのこのファイっていう場が、まあ、クーパーペアとかヒックス場の役をします。クーパー。役目を果たすと。で、えっ、ー、と、さっきからですね、まあ、SU2。 簡単のためですね。す,すなわちまあ全部 2×2 行でを考えるのですけれども、この際、今、ファイ事情の代わりにですね、まあ 2×2 行列なので、トレースファイ事情っていうのを考えるとよくて、お考えそれで、U が とっても大きい場合というのは、これはあのーまあ、電荷を持ったものがうようよしている状況になってますので、これは計算しやすいで,すでもあも、のー、強い力のクオークが閉じこもっている状況からは全然違う状況になっているで。一方で U が0ぐらいのときはこれは難しいと。難しい。 この U が小さいところの方が、まあ、実際の強い力の閉じ込め、ゴークの閉じ込めのところに似ている状況になっている。<laughs> でも今、複素解析的なことが使えるので、えー、この計算しやすいあたりのことをじっくり調べることによって、あとは複素解析的制限からこの難しい状況のところまで分かってしまおうと、まあ、そういうふうになっているわけです。 で、まずだから、こっちの簡単な方から考えようと。簡単な方では何が分かるかっていうと、ここではですね、SU2 ゲージバがですね、SU2 ゲージ場が U1 に破れていると。ゲージ対称性の破れとかやつなんだよな。 が知られていますで今数学的にはですね、ファイっていうのは、<coughs> ひじめですとフ、ファイがノンゼロですと、ファイのスタラビライザーというか、もしくはファイと交換するような U1。 にバン接続バンドルがリデュースしていると。そういう状況になっている。でこの時にはですね、ト、え、フーフと,とポリアクフモノポールっていうモノポールがあることが知られています。というん。 まあ時間を持ったものが存在すると。粒子が存在する。でも、こいつはとても重いです。とても。とてもとても重いで、うようよいないです。 まあそういうことです。でもそれはあくまでこの計算しやすい領域においての話です。なんですけれどもさっきも言いましたように超対称性っていうのは超対称性っていうのは複素解析みたいなのですね。 そうすると、今何が分かったかっていうと、この U っていう、U っていうのはトレースのファイ事情でして、ファイっていうのは2かけ2行列なんですけど、複素行列だから、U っていうのは複素数なんですね。で、複素数で、これで、U が大きい領域、U が大きい領域のこの辺ですね。この辺においては何が起こってるかは分かるわけ。 で,すで、この辺において何が分かったかっていうと、そのこの辺においてモノポールがモノポールが思なんですけど、モノポールの質量とかいうのを、まあ、なんか複素関数の実部みたいにして書くことができます。複素解析関数。そうすると、複素解析関数の。 性質から、あの周りで、無限遠で値が分かってしまうと、中まで値が分かっちゃうと、まあ、いうことがありまして、そうすると、不解析だから、遠方のことが分かると、内部のことも分かりまして、何が分かるかっていうと、実は、特に中にですね、2点、特殊な点があり、特別な点があり、 そこでモノポールが非常に軽くなると、まあ、エネルギーゼロで作れると。 ことが分かってしまいます。で、これがまあステップ1ですね。で、ステップ2っていうのは何かというと、ここから A、プサイ、プサイ、ファイっていうのの、ここを取り,なここを取り除く。なん何とかして取り除く。どうなるかっていうと、何が起きるかっていうと、あの、 これちゃんと調べると何が分かるかっていうと、上記の2点のこの2点の特別な点って書いたんですけども、これの1点のみが生き残ると。えっ、ー、と、2点のうちどっちかが生き残るだけじゃなくて、その一般の U の点も全部、あの、理論に寄与しなくなって、1点だけ生き残ると。さらに、 モノポールが、まあ、時間を持ったモノポールが、うようよいるということも分かると。これはまあエネルギーゼロで作れるので、まあ、ちょっとこの取り除く効果によって、どうしてもモノポールをまあ凝縮させないといけないということがわかる。というわけで、これはまさにですね、相対、超伝導病像ですね、相対。 超レル起こっていると。ということが、まあ、うっきり分かったということになるわけです。まあでも現実の,あの強い力の閉じ込めになっているわけではないんですけれども、それに似た理論においてあの実際に閉じ込めが の閉じ込めが相追超伝導モノポール、時間を持ったモノポールがうよいをいることによって起きているということがまあ確かめられる、まあ、そういう、えー、モデル系になっているわけです。まあ、ですから、超対称性というのはそもそもです、ねまあ、いろんな経緯で導入されて、まあ、素粒子論の標準模型というのがありますが、まあ、現時点で知られている素粒子をよく記述する標準模型となありますが、それの拡張として、えー まあ、さ今,まで今のところ理由が分かってないことをいろいろ説明するというので、まあ、理論的にも非常に有望で、まあ、実験的にも見つかるんじゃないかとか言われて加速器を大きいのをさらに作って調べようとかいう話もあったわけですけどもえ実際のところのに超対称粒子があるかどうかというのは、まあ、実験では分かってないそういう意味では実験的には今のところ、まあ、確証 はない理論なわけですけども、でもその超対称理論っていうのは、場の理論として考えると、まあ、モデル系として解析がしやすいので、それを調べることによって、まあ、こういうふうに強い力がどのようにして空を閉じ込めているかっていうのの、えー、理解を深めるということにも役に立つと、まあ、そういうふうになってるわけです。でここまでが これがその物理側のザイバーグ1理論のまあ肝だったわけでして、その後の30年の物理側のザイバーグ1理論の発展っていうのは、ここで今 SU2 だった、2×2 行列だったのをもっと大きい N×N 行列にするとか、他の分にするとか、まあ、あと他のいろんな場を入れてみるとか、しいろいろ調べると、まあ、そういうふうにしていろいろ、えー、広がっているわけです。これが全部物理のザイバーグ1理論ですけども、さてですね、これはですね、 全然ですね。数学の方の財学一点、理論とは一見異なるんですね。